N 大出たついにと思って見たら全どれぐらいの重さなんですよこれ伝わるかなこれどうもゴンザレスですえ今日は新しい通信制大学全大学について解説をしていこうと思いますはいついに出ました全大学その前の前の動画で N 校について取り上げたんですけどその動画の中でも私言ってたんです N 中あって、N 校があって、これ、N 大出るでしょって言ってて、そしたら、えー、6月の1日かなその時に、えー、まあ、同じ大学のね、友達から DM いただきまして、あ、こんなニュース来てたんで、っていうので、教えてもらったんですよ。で、そのニュース見たら、うわ、出たと。N 大出た、ついにと思って、見たら、全、全大学。 全もう N 構成 S 構成も含め誰もが次出るなら N 大だろうって思ってたんですけどまさかの全大学という名前でまあどうやらその全という言葉がね海外に非常に人気のある言葉まあいろんな全っていう意味もありますしまああとアルファベット3文字でちょっとこうキャッチーな、えー、新たなブランディングということで全大学になったそうなんですけど6月の6日に発表会っていう形でね、あのー、生配信で。 こう放送してましててまで私もそれをこう一部見たんですけどその情報をもとに全大学のまあ概要をねこうさらっとお伝えしてで一番気になる部分あるじゃないですか他の通信制大学と比べてどうなのかっていう43ぐらいあるんですよ今通信制大学がねでそれと比べて 全、えー、大学って高いの安いのとか、えー、授業の仕組み的にはどうなの大丈夫なのとかそのあたりを語れるっていうのは一応全 YouTuber の中で一番私が向いてるはずなんです、えー、一番多分通信制大学について調べてるはずなのでなので私がこう比較してねこんな感じですっていうのが結構参考になると思うので、えー、今後 通信制大学で学びたいよっていう方も参考になりますしそれこそ N 高生 S 高生の方が「じゃあ通信制大学」って言ったら本当に全大学でいいのって一応ちょっと他の大学も知っておきたいなみたいな気持ちってちょっとあるじゃないですか。なのでその辺をねこう全部調べてお伝えできればいいかなと思いますんで。 ぜひ最後までご覧ください。えー、まず全大学の概要をね、こうさらさらっといきたいんですけど、えー、開校、開学予定は2025年の、えー、4月を予定してます。で、今年の秋ぐらいに、えー、文部科学省の方かな、まあ、国に申請をして、認可が下りたら、来年、2024年の秋から、えー、募集を開始しますと。受付ね、受付を開始して、で、入学が決まった人から2025年の4月に、えー、晴れて、 全大学生ににななるっってていいうううそ流れます、えー、入学定員は5,000名を予定していて、まあ、1年次から4年次までありますんでそれを全部合わせると、まあ、約2万名ぐらいの収容定員っていう。 そういう見込みで申請をするそうです。で、この人数めちゃくちゃ多いですから。初っぱなで定員5000人っていうのはなまら多いから、本当に。あの、もう初めて行ったスタバでベンティ頼んじゃってるぐらい多いから。いや、初めてでそれはやりすぎじゃない大半はトールで行くじゃん。もうよほどね、よほどもうちょっとこう気合入ってたら、まあグランでもありかなって思うけど、初手ベンティは多いじゃん。それぐらいの多さなんですよ、これ。 伝わるかなこれ学部なんですけど学部はね一つのみですこの知能・情報・社会学部っていう中に、ま、全部の科目が詰まってるとで一応コンセプトとしてはもう理系も文系も,もうここに入れば、えー、みんな平等に、えー、自分の学びたいものが全て学べますっていう意味で一、えー、つの学部に絞っているとで気になる学費なんですけどこれがね年間38万円ですはい これ通信制大学を知らない人からするとえ大学が年間38万円で4年間で、まあ、その150万ぐらいで学士が取れるその大卒が取れるって思うとめちゃくちゃ安いように感じるんですけどえ一応この通信制大学っていう枠組みで見ると、えー、年間38万円は 割と高い方です。だいたい平均するともう100万から120万ぐらいなんですよ。で、安いところで行くとほんと60万とか70万ぐらいで4年間の学費が賄えるっていうぐらい安い通信制大学もいっぱいあるんですね。なので学費の金額だけを見るとちょっと高いかなっていうのが実際のところです。全大学は入試がないんですけど、まあ通信制大学ほとんどがもう入試っていうのがないので、 まあ、大体は応募してね、条件が、えー、合致してれば入れるっていうのが、えー、普通なので、そこはもう気にしなくていいかなと思うんですけど、えー、次にね、授業の仕組みですね。授業の仕組みは、えー、1科目あたり2単位っていう設定なんですね。で、えー、1回10分ぐらいの動画っていうのをまず6つ見るんですよ。6セクションって言ってて、えーまあ、1時間分見るじゃないですか。 で見たら、えー、ワークっていうまあ多分テストとかレポート的なものを30分やりますよ。でこれで1セットなんですよ。でこれを15回やります。で15回やって最後に多分認定テストみたいなのを受けると、えー、2単位取れましたっていうそういう流れになってるんですけどこれは通信制大学のルールの中で。 多分一番効率よく単位が取れる授業の配分だと思うんですよで例えば、えー、授業の仕組みがよく似ている東京通信大学だと、えー、15分の授業を4回見るんですよでテストを受けるんですよでそれを8回やるんですよで8回やって、えー、最後に認定試験を受けて合格すると、えー、1単位認められますっていうのがほとんどなんですね なので、1時間動画テスト、1時間動画テストっていうのを8回やって1単位取る東京通信大学と、1時間見てテスト、1時間見てテストっていうのを15回やって2単位取る全大学っていう風に捉えると、 まあまあその最低最低限というか一番効率よく単位を取れるシステムでやってるっていうような印象ですでしかも6月6日の、えー、発表会の中で、えー、必修科目っていうのは極力少なくします、えー、できるだけ自分の学びたいものを積極的に学んでもらえるように 必修科目っていう絶対取らなきゃいけない科目っていうのがあるんですけどそれを極力少なくしますすっってていう,ふうに言ってたんですねなので、えー、本当に少ないのであれば、えー、多分1科目2単位分それか2科目で 4単位分は必修にして、あとはもう全部自由ですよっていう形が一番ありえそうかなっていう予想です。で、そうなったらめっちゃ自由ですよ。もうほとんどの通信制大学はもう、なんて言うんですか、もう1個2個ぐらいの、もうめちゃくちゃ難しいその必修科目で苦しむみたいな学生って結構いっぱいいるんで、なので、まあ外国語とかはね、多分必修というか、 いくつかの中から選んで必ず外国語は取ってくださいみたいなのはちょっと細かくはねあると思うんですけどでも極力自由でやらせてもらえるっていうふうに言ってるのでかなり自由度は高いと思いますであと卒業率なんですけど、まあ、まだね開学もしてないのに卒業率の話なんてできないんですけど、まあ、予,想予想はだいたい通信制大学の、えー、卒業率って平均すると3割4割ぐらいが普通なんですよ。 10人中3人4人ぐらいが、えー、4年間で卒業できればまあまあ普通ですと。で難しいところ例えば慶応とか中央大学とかその辺とかだともう5%とか、えー、本当に難しいところになってくるんですけど、えー、卒業率が高い例えば産業能力大学の通信とか、えー、総合人間科学大学とかは、えー、7割8割ぐらいの卒業率だっていうふうに言われてるんですよ。でそれを踏まえて えー、N 校 S 校の卒業率って多分9割とかだと思うんですね。なんか進路決定率が、えー、8割強ぐらいあったはずなんで、まあ、卒業してる人でいくと多分9割ぐらいは卒業してるだろうというふうに考えるとまあ多分7割8割は目指したいところだと思うんですよ。ですし実際学ぶ方もねその社会人っていうそのじっくり学んでいきたいみたいな人よりも 現役で入ってとりあえず大卒取って自分のやりたいことをメキメキやるんだみたいなタイプの方が多いと思うんですよターゲットの中にも。そう考えるとまあ卒業をね4年でしたいっていう方が多分大半だと思うんでそれに応えるべく多分7割8割を目指した卒業率でこうカリキュラムを組むんじゃないかという予想です。で一応ポイントがあっってて大学は何もも誰でで卒業できますよっていうその 何大卒を安売りするような大学ではなくて、えー、コンセプトとしてはやっぱこう学びたい人が学びたい分野を好きなだけ学べるっていうのが、えー、思いとしてあるらしいんですよ。なので、めちゃくちゃ難しい科目っていうのも用意してあると。 なので本当にもう東大クラスでやるような科目のものも用意してあると。で、えー、トータルの科目がね135科目用意されるらしいんですよ。で1科目あたり2単位なんで卒業するだけであれば、えー、62科目分単位取れば卒業できるんですよ。ってことは135科目あるうち、まあ、70か80科目ぐらい単位取りやすいような科目にしておいて。 残りの60とか70ぐらいの科目を、えー、もう幅広いジャンルでねでもうレベルもこういっぱい種類用意して思う存分学べるような中身にするとまあバランスいいのかななんて。 思ってましたなので全大学に入ってめちゃくちゃ研究したいんだとかめっちゃ勉強したいんだっていう人もえマッチしますしえいやいやそこまで熱意はないけどとりあえずその全大学に入って大卒は取りたいよとでも私取れるかなぐらいのそのぐらいの人でも全然大丈夫かなと思いますで次に就職についてなんですけどこれはねあんまり情報がなかったですただ えー、通信制大学ってほとんど就活のサポートみたいいいななのっっててほととんんどやってないところが多いんですよたまにたまにというか、まあ、サイバー大学とかねそういう若い人が入るような割とこうフレッシュな大学は結構就活のサポートしてますっていうところもあるんですけど全、まあ、大学の方も就活のサポートは、えー、まあしますよと N 校 S 校でやってたようなインターンとかあと就業体験をまあ全国に行って。 で提携しているところにねお世話になって勉強していくっていうような部分もありますし、まあ多分こういろんな就職先の斡旋でもないですけど、まあ何かこうつながりがきっとね、えー、企業がたくさん絡んでますからあるはずなので就職もね多分メリットは結構あると思います。ただ私の予想ですけど、その高校 N 高 S 高の時も企業部っていうのがあるぐらいなんで。 多分会社を起こしますっていう人の方が手厚くサポートされるんじゃないかなっていうのは、えー、正直ありますなので起業したい方っていうのは全大学超いいんじゃないかなって勝手に思ってますはいでここまでがねだいたいその全大学の概要なんですけどここからは私個人的にここすげえなって思った部分を、えー、いくつか言ってこうと思うんですけどまずね教材 このねもう何ですか動画の授業でやっていくわけなんですけどこのクオリティがねもう N コ S コ調べて思ったんですけどマジで高いわけですよ。で正直通信制大学の動画授業とかよりも、えー、正直買ってるぐらいのクオリティなんですよ。でしかも N コ S コって VR とか使ったりするんですね。あののななんかリモコンみたたいい持ってこう前もね動画でで言いましたけど結構 3D こう 何没入感がある中で勉強しますみたいなそういうのを売りにしててで多分 VR 系のね、えー、授業も今後作られると思うんですけどそれ入ってくるともう他の、えー、大学の授業じゃあちょっと比べ物になんないかなっていうのがあってあとは全スタディっていううアプリ使うんすよそのアプリの中に動画授業がいっぱい入ってるんですよ。だからみたいなもので その,その中に入ってあ今日どれにしようかなっつって選んであじゃあこの動画見ようっつってこう勉強していくみたいなでこの Netflix みたいなアプリの中にあの実はね N 高とか N 中の授業も全部入ってるっていうんですよ。で全員見られると。 これだから N 中の人が全大学の授業も見れると。で、N 高生、S 高生の人も全大学の授業見れる。で、なんなら全大学の人は N 中とか N 高とか S 高でやっている授業を見ることができる。これつまり、ネットフリックスを契約しただけなのに、中に Amazon プライムと Unext 入ってるみたいな感じなんですよ。 すごくないですかこれ。だから N 中等部のうちから大学の勉強もできるし、大学に入ってちょっと高校の勉強を見てみたいなと思ったら N 校の授業の、えー、動画を見ることもできるわけですよ。これめちゃくちゃすごい。で、しかも N 校生が全、えー、大学の勉強をこう先取ってするじゃないですか高校にいるうちに。で、えー、それで単位を取ったとしたら、えー、いざ大学でね、全大学に入りますってなった時に、こう単位をね、あらかじめ認めてくれると。 いう仕組みも作るらしいです。めっちゃすごいでしょ。あとめちゃくちゃ強いのは、あのね、学生同士の交流なんですよ。もともと N 校、S 校って通信制高校とは思えないぐらい、あの、生徒同士が交流してるんですよ。 でそれ何かっていうとたくさんある部活あとサークルえー、あとスラックで直接ねこう交流するっていうのもあるしあと文化祭であのニコニコ町会議でねえー、なんかブース貸し切ってやるっていうのがあってこうめっちゃ交流できるんですよで友達めっちゃできるんですよでそれをそのまんま絶対持ってくるんで全国なんなら海外の人たちと、えー、交流して情報交換して え勉強のモチベーションを高めめててっっいうこことがでできるんですよこれめっちゃ大事だしめちゃくちゃゃくいいですしかも大学ってねもういろんな人がいますから大学卒業後に個人で稼ぎますっていう人も出ればえ大企業に勤めますっていう人も出てくるわけだ。でさらには起業する人だっているしねなんかこうエンターテイナーになる人だっているし、えー、なんかアーティストになる人だっているわけなんでなので全大学に入るといろんなジャンルの人職種の人とつながることができるんでこれねめっちゃうらやましい。 これすごい価値あ,りますよあと1個あげるとしたらなんか学生さんの進捗管理みたいなのをさらっとしてくれるみたいなんですよ。 なのでまあガンガン進む人はねもうどうぞ勝手に進んでくださいっていう感じだと思うんですけど中にはちょっとこうモチベーション保ってなかったりいろんな方いらっしゃるじゃないですか例えばねこう体調悪い方がいたりあとはこうなんかトラブルがあってうまく授業進められないっていう方とかもいっぱいいると思うんですでそういう方に対して、えー、ちょっとこう手を差し伸べるでもないですけどこういうふうにやったらいいんじゃないですかとかってこうアドバイスをしてくれるようななんかね遠くで見守ってくれてるマネージャーみたいな そういう人を配備するらしいんです。通信制大学でもう結構問題とされがちな。モチベーションっていうのをできるだけこう保ってね。その進む人はどんどん進んでもらってで、遅れ気味の人はもうこっちこっちから背中を押してみたいな、えー、バックアップ体制でやっていくという風うに言ってるんですよ。まあ、そのぐらいですかね。すげえなって思ったところについてはで、あとま1個気になるのは。 えー、定員5,000名ですとただ N 校 S 校の卒業生って5,000名ぐらいいるんですよってなるとえこれ入りたい人みんな入れないんじゃねって思うんですけどこれ大丈夫ですこれねもう絶対入れます、えー、私のね動画を過去の分も見てくださっている方は分かると思うんですけどそれこそ京都芸術大学とか東京通信大学とかは定員を大幅に超えてガン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 人を入れてるっていう実態があって理由は結構いっぱいあると思うんですけど まあでも単純に考えて教室がいらないのでそういう制約がまずないよねと。であとはこう途中でね退学する人もいらっしゃるんでなのでこうちょっと多めに取っとかなきゃみたいなこともあると思いますしあと正直、まあ、商売なんでねその入ってくれたらやっぱ入学金とか学費を払ってくれるわけなんで来てくれた人をわざわざこうねこう突っぱねる理由もそんなないかなっていう。 ふういいにに思うとと来ててくれれたた分入れた方がやっぱり大学としても学しもも生さん的にもいいわけですよそれでいくとじゃあなんで定員をねみんな守ってるんだっていう話になるんですけどこれね、えー、国からの補助金が絡んでて、えーまあ、学校のねそのシステムの整備だとか、えー、あと教員にこう渡す給料とかをその補助金から当てたりっていうことがあるんですけどこの補助金っていうのがその定員に対して、えー「めっちゃ下回ってます」とか。 定員に対してめっちゃ多いですってなるとこの補助金もらえなかったりするんですってなのでみんな一応こう定員を設けてそこからえー10%とか20%ぐらいはみ出ないようにえうまくこう定員をね調整するみたいなことをやってるらしいんですよただ逆を言うと補助金がもしいらないのであれば定員は守らなくていいっていう風にも取れるんですねそのまあ取り方にもよりますけど で、それで行くとですよ、えー。実は6月6日から発表会の時に、全大学さんの中で、ちょっとそれをね、匂わす発言があったんですよ。なので、えー、もう補助金をもらわずに、ガンガンこう、定員を超えて、まあ、入学させるんじゃないかっていう、私の予想もあり、実際そうなりそうな雰囲気。 ですで最後にですねこの前大学をこういう人にお勧めしますこういう人はやめといた方がいいんじゃないのっていうのを最後ちょっとお伝えしたいんですけどまあ当然おすすめする方っていうのは N 校生 S 校生はおすすめです。当然もうまとめてね もう高校にいるうちから授業も受けられますし、えー、N 校、S 校でうまくやっていけたんであれば、絶対全大学もマッチしますんで、まあこんなにね、いい条件もないと思うので、これはね、ぜひおすすめですね。あとは起業したい方ですね。えー、将来起業したいんだとか、もうあの、起業する仲間を集めたいんだとかっていう方は、えー、まあ通信制大学の中では一番全大学が多分近道になると思います。なんかノウハウの部分もそうだし、えー、多分フォローもしてくれるし、 えー、N 校 S 校でね実際起業した方っていうのもいるんで多分いろんな部分でねあのプラスになる部分っていうのがあるんでそれはおすすめですね。でまああとは文化祭とかサークルとかそういう部活的なことって他の大学ではないので、えー、友達欲しい方っていうのも全然選んでいいかなと思います。で逆におすすめしない人なんですけど、まあ、学費がちょっと高いので。 もう安くていいから大卒欲しいですっていう方は産業能力大学の通信とかあとは東京通信大学の総合人間コースとかその辺の方が80万90万ぐらいで4年間通えますんで,で仕組みとしてもそんなに外れてないので金額を結構こだわるんであればそっちにした方がいいかなと思います。ああととはゼミとかもあるんですよ えー、なのでせっかく年間38万という学費を払うんであれば結構ね甘いいいいいい汁とととううか美味し部部分は全部言っといた方がいいと思うんですよねそう思うと大学であんまりこうやりたいことないですとかあんまりこう楽しくこう学んでいくつもりないですみたいなそういう方はあんまり。 なんだろうちょっと学費がねもったいないような気がします通信全体に言えることなんですけど自分の時間って割と作りやすいんですよあの夜中勉強できたりとか朝一勉強できたりっていうことができるのでそう考えるとその大学以外の時間で何をするかっていうのが、えー、決まっている人は通信の方が向いてるんですけど何にも決まってないですみたいなそういう人はまあわざわざ通信にする必要はないかなと思いますなのでまあ全日制とね 通信でで悩んでて、えー、金額的にも別にうちは問題ないよと全、えー、日制でも全然いけますよという人で,でかつ大学で、まあ、そんなになんか大学行ってて他にこれやりたいんだよなみたいなことはないと。そういうい人は えーまあ、前日制行けばいいいいかなっていう,ふうに思います私はねただ大学だけじゃなくて他にもやりたいこといっぱいあるんだよねとか、えー、学費の面で、えー、不安なんだよねとかそういう人は通信制めっちゃ合ってると思うんでぜひ検討してみてください。はいまだねちょっと情報が出たばっかりなんで私もちょっとわーっとね知ってる限りのことを今お伝えしたんですけどわ、まあ、かんないこととかコメントぜひいただければ、えー、調べたりしますし。 まあ今後新しい情報が出たらそれも共有しますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ちょっとでもためになったなという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。